今日から始まったこのイベントは、名古屋の丸の内地区を舞台に SDGs を身近に感じてもらおうと毎年行われていて、今年で4回目の開催となります。会場の一つ、名古屋東京海上日動ビルでは、東海北陸地方の企業や自治体などおよそ70の団体が SDGs への取り組みをパネルなどで紹介しているほか、会場内では CBC チャリティー募金の呼びかけも行っています。またもう一つの会場である十六銀行名古屋ビルでは、取引先の企業を中心とした SDGs への取り組みのパネル展示を行っているほか、今日は限定企画として障害者のアート作品の展示や物産展なども開かれています。このイベントは来月25日まで開かれています。